東長崎中学校女子バレーボール部、部員は14人。安定したレシーブ力を武器に、ここ数年めきめきと力をつけているチームです。今年2月の中学女子県新人大会決勝、緑のユニフォーム東長崎中は去年の全国ベスト8の強豪諫早中と対戦。第1セットを落としたものの、その後2セットを取り返し逆転勝利、県大会初優勝を飾りました。去年は関中に負けたのでリベンジできてよかったです。この優勝で出場権を得た3月の九州大会でも活躍が期待されましたが、新型コロナウイルスの影響で中止に。その悔しい思いを8月の県中総体にぶつける考えでした。全中も中止と、それから九州も中止と、せめて県はやらせてあげたかったなという気持ちであります。県中でもう一度優勝したいという気持ちもあったし、日が長バレーを他の人に見せれることができなくなるのでとても悔しかったです。全国大会でも通用するようなチームを目標にやってきました。夏の県大会はストレートで勝てるように頑張ってきたけど、とても悔しかったです。チーム最長身170センチの2年生エース林寧々選手も、先輩たちと出場できる最後の県大会がなくなりショックを受けていました。困った時とかにやっぱ助けてくれたり、声かけをしてくれたり、頼りになる存在です。最後なので3年生の足を引っ張らないように自分が引っ張っていくっていう気持ちで頑張ろうと思ってました。原口亜佑選手の父真一さんは選手たちにこうエールを送ります。子どもたちはかわいそうではありますけど、中学で終わりじゃないんで、まだその先に向かって頑張ってほしいと思います。3年生にとって残る大会は7月の長崎市中総体ただ一つ。たとえ優勝してもその先に県大会も全国大会もありません。それでもこれまで支えてくれた周囲への感謝の気持ちを表すため、心を一つにして戦います。最後頑張ってるところを誰かに見せたいとか、そういう気持ちはある？両親に見せたいです。今までお世話になってきたので感謝の気持ちを伝えたいです。みんな中止になっているのは同じで気持ちは一緒だと思うけど、最後は見ている人を感動させるような試合ができるようにみんなで練習を頑張って市中総体2連覇するぞ。おい